東京アナウンスガチ TV! イエーイ！イエーイ！さすが。はい、おはようございます。本日も始まりました。東京アナウンスガチ TV の時間でございます。本日も総合 MC をさせていただいております。桃園姫子と申します。よろしくお願いします。はい、こちら、東京アナウンス学院 TV はですね、水曜日、木曜日、金曜日と3日間、朝の時間帯を使いまして、東京アナウンス学院にあります、各学科ごとに、水曜日でしたら、まあ、放送声優家さんだったり、まあ、時々アナウンス家さんだったり、で、木曜日だったら、芸能バラエティ家だったり、で、金曜日だったら、演技家さんだったりと、それぞれ過去との特色出しつつ情報なんかも発信しつつの楽しいコーナー盛りだくさんでお送りしている番組でございます。はい、そんな金曜日本日はそう演技家さんからお二人女優のたまごさんが来てくれております。はい、では自己紹介お願いします。はい、静香ちゃんじゃないけどお風呂大好き栗山久希でーす。よろしくお願いします。なんで自分でめげて途中で笑い出し、あ、はい、お風呂大好きなんですか。お風呂大好きです。静香ちゃんじゃないけどね。はい、入るんですか。めちゃ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 入りますよ。もう一日何度でも入りたいですよね。本当に、はい、すごいね、うん、静香ちゃん超えたね。今日もね、なんかふわふわと浮遊した感じのほげほげした感じで栗山さんは来てくれております。もう何回か来てるもんね。はい、ありがとう。ふわふわしながら今日も頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そしてお隣じゃん。はい、最近女子力アップ中の岡間由紀です。よろしくお願いします。おー、最近もともとじゃない、いや、初めて来た時から女子力アップしてる感はずっとあるけどね。最近より一層ちょっと頑張らなきゃ。美に磨きをかけてるわけですか。美に磨きをかけてますね。夏なんで痩せなきゃみたいな。いやー、イケイケですな。今日も岡間さんはギラギラしてますね。なんかもう 目がなんか怖いです。強そうですね。だ、前回も2人で一緒に来たんでしたっけ。そうですね、はい。あれ、この組み合わせ、あ、この組み合わせか。いつもちょっと栗山さんにちょっと、うん、ちょっと頼りながら。あら。いやいやいや。もう、都会ってどっちかって言うと姉子みたいな匂いしてますけどね、お父さんね。ふわふわについていきながら。そうだね。はい。今日も栗山さん、ほげほげしてますけど。かわいい。地に足をついて、頑張って3人で放送していきたいと思います。お願いします。